さんこんにちは。今日はですね、プロンポンにある今最近できたエムスフィアという新しいショッピングモールに遊びに行こうというところです。今入ってたのは、その近くにある駅直結のエムクオーティエというところなんですけど、目の化け物が迎えてくれました。でね、そのエムスフィアがね、今すごい話題なんですけど、私が個人的にすごいと思うのは、ここプロンポン駅なんですよ。で、こっちがエムクオーティエで、そこがエンポリアムというショッピングモールが前からあるんですが、エムスフィアは向こうなんですね。で、何がすごいってね、ここ駅のスカイウォークなんですよ。このレッドカーペットを引いてあるところがね、スカイウォークなんですけど、今まではこのスカイウォークがすぐそこまでで途切れていたのに、はい、このようにですね、スカイウォークが足されています。そしてなんと向こうの方にあるエムスフィアと直結していけるようになっております。前まではね、ここまでやったかな、ここまでやったのに、いつの間にかこのね、道が伸びていたと。いつの間にこんな道が広がってるんだとね、もう魔法のようにすごい速さでできました。まあでもね、しっかりね、当たり前ですけど人が歩いて、しかもこのようにおしゃれな緑がね、こう茂っている、装飾も完璧に作り上げられております。で、今限定なのかわかんないけど、今はね、なんかレッドカーペットもね、引かれていますので、多分オープン記念にね、引いてんのかな。この長いレッドカーペットを芸能人のように歩くこともできます。あそこですね、イケアって書いてる看板、これ全体がエムスフィアです。では参りましょう。このね、真上を BTS っていう電車が走ってます。電車の真下にこうスカイウォークが伸びてて、いい感じですね。このね、スカイウォークがなかったら、こっちの便座尻公園の横を横切って、スクンビットのね、この結構車が渋滞して良くない空気が蔓延している通りをね、歩かないといけないんですけど、ここはもう信号も何もない、ベビーカーとかもスイスイ行けちゃうからね、めちゃくちゃありがたいです。はい、着きました。じゃじゃじゃーん、入り口の前の入り口、エムスフィアと書いてます。もう今はね、一番ホットな場所なので、みんな結構朝から人多いですよ。ほら、キラキラ。朝の10時オープンなんで、オープンと同時に来たんですけども、まあまあもう人がポツポツといますね。じゃじゃーん、ほらー、キラキラのビラビラが迎えてくれました。ここにはクリスマスツリーが4つ、あ、ビームスよ、みんな、もう高校生が必ず通るビームスありますし、え、サスケや、え、サスケよね、すごいシンクロ率です。エヴァのスマホケースが売ってる。おー、アスカ2号機ゼーレ、あ、これいいやんこれエヴァ用具満載。わおー、ゼー1つやのにアスカと2号機2つあるな、買ったな。ワンピース、ナルト、海外で流行っているワンピース、ナルトに続いてエヴァ、これ三大巨頭で、その横はもうスパイダーマンになってるの、うん、4つの中にエヴァが食い込んでる。さすがやな、素晴らしい一段下に降りると、ほらー、すごい。ね、下の階のご飯フロアが2階あるんですよ。
ここの階ともう一つ下もねあるんですけど、この2階部分がめちゃくちゃ好き。すごーい。もう曲もクリスマスでね、すごいウキウキする。実はここのタイ料理屋さんはお友達に誘われてここだけね来たことがあるんです。めちゃくちゃ美味しかった。おしゃれ。この階はレストランの階ですね。レストランがもうとてつもなくたくさんあります。絶景スポット、じゃじゃじゃーん。この下がね、まあ、屋台というか、あのなんていうの、小売り店っていうのかな、小さいお店がたくさんあるんですけど、今はあのクリスマスということでめちゃくちゃね、あの雪が積もってるお家が並んでます。これ後で行ってみますけど、みんなねこの上からこうバックに写真撮るのが流行だそうです。ここからはナレーションでいきます。見てください、このクリスマスの装飾。どのお店もキラ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 してて、とってもクリスマスって感じです。キラキラー。見てください、首都のコアを真っ二つにしたようなライト、とってもおしゃれです。麻布を感じたければ麻布サボへ。イエイ。大きな女の人が釣られています。彼女は何を思い、どんな景色を見ているのでしょうか。彼女の下を歩くときはちょっとドキドキしますね。エレベーターも豊富で待ち時間少なそう。このフロアは本当に美味しそうなお店がひしめき合っています。しかもパン屋さんもあります。この存在感のあるパンの数々。 KFC もいます。こちらのラーメン屋さんは意外とリーズナブルです。映えを意識して頑張って撮っていますが、いまいち納得できず、いろんな角度で撮るものの、角度を変えすぎて酔う。ハンバーガーのモンスター、懲りずにまたこういったイケている動画を撮ろうと頑張っています。一人しゃぶしゃぶです。病んだらここに一人で来ます。すごすぎる。めちゃくちゃいいやん。なんかあのテーマパークという感じがします。歩いてるだけでも楽しいショッピングモール、エムスフィア。下に降りてみます。エスカレーターを降りるとおしゃれなスーパーマーケット。見てください、こちらもたくさん飲食店があります。これ買ったけどめっちゃ美味しかったです。ドーナツにアイスかケーキかわからないけど美味しそう。イカの卵、ぐるぐるソーセージ、揚げ物の、見てください、暑いタイの中にいるとは思えない雪が乗っている小さな小屋がすべてお店となっております。わお、いきなりプレゼント、かわいい、幻想的。サンタも踊ります、歌います。吹いて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 、おいしいやつ、かわいいやつ、おいしいやつ、切ります、切ります。すごいすごい。アイスクリーム、いただいた。さっぱりしてて美味しい。アロイケールか、ケール、おーすごい、ケールのアイスクリームです。ケール一美味しいわ。すごい、マンゴスチンとケールのジュース、美味しい。アロイマー、アロイマー。え、これなら後にも飲めるぞ。お値段はしっかりしますが、旅行に来てね
なんかタイ料理で野菜を取れないっていう子供連れの方はここに来たらケールジュースで栄養たっぷり取らせることができるので、美味しいのでおすすめです。トくんかトナカイのケーキ、ペンギン、シロクマ、うわ可愛すぎる。マイセンやマイセン。服屋さんですが、カフェがついてて、なぜかマカロンが売ってます。等身大オブジェ、ハードル高いな。みんなこんなネックレスはどうでしょう。29,000バーツ、3万円だからまあ12万円ぐらいか。12万円のジャケットどうですか。またこれサングラス屋さんですけど、なんかモフモフがはみ出てますよ。わーデザインがさ、もう想像つかないね。クマでもないモフモフの塊に侵食されてます。不快に飲み込まれそうや。IKEA はね、前ねちらっと見に行ったんですけど、ほぼほぼ日本と同じような感じでした。そして IKEA 名物カフェこれもついてます。スウェーディッシュビストロ、ほらせっかくやから食べようかな。ホットドッグ15バーツ。おお。15バーツの IKEA のホットドッグいただきます。美味しそう。うん、うん、めっちゃ美味しいわ。気楽にこんな食べれるならトニーのおやついつもここでしまそうかな。アイスクリームも8バーツ。これセール中なんやろな、オープン価格。ここでご飯を食べます。じゃじゃーん、おいしそう。いただきます。うまっ。珍しい、飛び粉乗ってるよ。うん、住んでても日本料理めっちゃ食べたくなるから、こんなにね充実してるとすごいありがたいですね。しかもこのレベル。チャーシュー2種類入ってる。うん、新しいショッピングモールやと新しいショッピングモールの匂いがすると思ったんですけど、匂いはね、無臭。ご飯の香りしかしません。こう下の階は飲食街やからめちゃくちゃ賑わってるんですけど、上はね、もう大人のお買い物が静かにできるような感じです。で食べて、まあ、ブラブラするっていう感じもいいんじゃないでしょうか。我が家はね、我が家はショッピングモールはもうご飯食べに来るとこっていう感じで、ほぼショッピングモールで、あ、買い物するとしたら電化製品とかね、そういうのはね買ったりしますけど、ブランド物に縁遠い家族なので、あんまりなんかそう
高級な服とかはあんまね、あのそういうショップには行かないんですけど、でもエンプリアムはほら、あのハイブランドがたくさん入ってるでしょ。で、エムコーティエはそのちょっとだけカジュアルにしたような感じで、エムスフィアはなんかどっちもって感じですね。あのこう屋台のようなガヤガヤ感もありつつ、大人な静かな空間もあるっていう、本当に足したような感じだと思いました。ごちそうさまでした。はい、ということでエムスフィアいろいろ回って楽しんだんですけれども、この動画はですね、ノード VPN さんの提供でお送りしております。今ならですね、この動画の概要欄からの申し込みで2年間プラン大幅割引プラス4ヶ月の延長で申し込むことができます。30日間の返金保証付きなので、ぜひこの機会に申し込んでください。で、ノード VPN、まあ、VPN っていうのは何かと言いますと、まずいろんなね、お得なメリットがあります。例えばこういうね、ご飯屋さんとかカフェとかショッピングモールとかって皆さんあのフリー Wi-Fi をね使っている人多いと思うんですけど、フリー Wi-Fi ってめちゃくちゃ便利ではあるんですけど、自分の情報を抜かれたりっていう、まあ、危険性リスクがあったりするんですよね。でもこの VPN を通じてこうネットをやるとめちゃくちゃ安全に使えますという大きなメリットが一つあります。私もね、結構いろいろあのフリー Wi-Fi をね使う機会多いんですけど、やっぱり安全にね使いたいので VPN を通して安全に使っています。そして今回のこのノード VPN っていうのはすごいおすすめなんですけど、実際我が家でもね使っているんですけど、あの夫のりおなりくんがタイ移住した時にね、いろんな VPN サービスの会社のやつを、ま、契約して使ってみたんですよ。でもこのノード VPN さんが一番速度が速かったそうなんです。もうスイスイ使えてすごくおすすめです。で、これはスマホでもパソコンでもテレビでも使うことができます。そして私はアニメ大好きなので、 VPN を使うと何がいいかというと、今タイに住んでいるんですけども、その国でしか見れない、ま、コンテンツとかをここで見ることができるんですよ。また逆に日本にいてこの VPN をつなぐと、海外でしか見れなかったコンテンツを見ることができたり、そういうことでね、私は今期のあのアニメを皆さんと全く同じタイミングで見ることができます。もうね、これがあるのとないのとではこのタイ移住ねしたものの、全然日本のアニメ見れへんやんってなってね、オタ活ができずすぐに帰ってたかもしれません。なのでもう我が家には必要不可欠なサービスです。これをご覧の皆さんは大体日本のね、日本で住んでいる方が多いと思うんですけれども、海外でしか見れないコンテンツ見たいなっていう時にね、このノード VPN 入会すると、まあ、見れたりもできるということです。そして何よりいいのが、私は機械音痴でコンピューターのことは全然苦手なんですけども、接続がめちゃくちゃ簡単なんですよ。アプリを開いて接続をピッてやるだけ、もうこれですぐに接続できるのでめちゃくちゃ簡単です。そしてさらにですね、このノード VPN のいいところがですね、素晴らしい機能が盛りだくさんです。例えばこうネットをねピピピってやってる時にウイルスが潜むサイトにね行ってしまうっていう時もあると思うんですけども、そこでノード VPN は警告表示を出してくれる機能もついています。さらに煩わしいネットの広告とかもね出てくるっていうのをブロックしてくれるっていう機能もついております。さあどうですか皆さん、私が機械音痴だからね、なんかあんま説得力ないかもしれないけど、我が家でもうずっと使ってるから、なんやったらこの案件をいただく前にね、リオナリ君はノード VPN を自ら選んで、このリオナリ家の VPN はこれだって君に決めたって言ってたのでね、もうそこはね信憑性あるというか説得力を信じてほしいと思います。さあということで、まあこういうところでね安心にねネットを使うっていうのをね、ノード VPN がおすすめですよっていうお話でした。今なら2年間プラン大幅割引プラス4ヶ月延長がついてきます。これは30日間の返金保証付きですのでおすすめです。
はい、ということで今日はエムスフィアを散策したという動画でした。本当にね、あの駅ごとにねショッピングモールがたくさんあるのがバンコクなのでね、いろんなショッピングモールもレポートしていきたいと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン